ご安心ください。そんな佐々木さんにご紹介したいお仕事がございます。おお、本当ですか？どんな仕事ですか？万引きです。万引き？万引きを捕まえる仕事？万引きをする仕事？あ、資格を分かるっていうことか。なんか実験台になるってこと？どの範囲が見えてるのかってのを知るみたいなことか。すげえ。店員さん、ちょっと怪しんでますね。すみません、うがい薬ってどこにありますか？あ、はい、あちらになります。すごっ。え、こんなとこまで。これ二人あれか、協力者か。今の赤い人は。あ、ね、ほら、この人協力者なんだ。わ、これ何個か出したときに手前のやつ取るとかでしょ。あ、すみません、ちょっとこれ見せてもらっていいですか？かしこまりました。なんか見たことあるぞ、こんな。お、行くね行くね。どうぞ、こちらになります。なんでピンクをチョイス。良さそうじゃないねえ。いいけど、映画始まっちゃうからまた今度にしよう。あ、もうそんな時間、ごめんなさい。ひどすぎる。いえまたのお越しをお待ちしております。あの色はすぐバレるでしょう。ほら、財布。バレンティンです時すでに遅し。すごいね、あだっちゃんか。お待たせしました、足立大先生。指定のものは一通り、他にも高額なものをいくつかゲットしてきました。うん、そいつは上出来じゃねえか。足立大先生出てきた。足立調査代行、株式会社運営してんの。すごいね、足立ちゃん。サングラスが一つに化粧品が3点、それに財布にコンドームと。なんでコンドームなんだよ。早い話どの店も陳列棚の配置が四角だらけなんですよ。まあ今時こんなダミーの腕で偽装するやつなんていませんけどね。こいつが見つかったら言い逃れできませんし。あ、なるほどね、これ右手にやってたんだ。最近はチームを組むのがトレンドですね。壁役、監視役、注意を引きつける役、そして盗む役、組織犯罪。それくらい役割を分ける連中もいますね。コストを割いてでも安全を取る方針か。まあ確かにバレたらおしまいだからな。お疲れ様でした。 お先に失礼しますね。さっきの人。お疲れ様でした、またよろしくお願いします。どうもお世話になりました。いいえ、万引きの手伝いなんて初めてだったからドキドキしちゃった楽しんでるようで。お疲れ様でした。何よりでございますよ。どうも。だからお前は手伝いが欲しいって言ったのか。ええ、二人組になるだけでだいぶやりやすくなりますから。確かにね、さっきの感じね。芝居もどうに言ってましたよ。エキストラって名目で募集かけたんだ。それが良かったみてえだな。それにしてもおめえ、さすがの知識と手際だな。恐れ入ったぜ。しかし最後に回ってもらったブランドショップ、あそこは相当セキュリティに金かけてたはずなんだがな。うん、確かに。狭い店なのに天井四隅に監視カメラをバッチリ置いてる。特に遮蔽物もないし資格なんてなさそうに見えるんだけどな。店員が見える配置には。あの場所でどうやって証拠も残さずに財布なんて。カメラないんじゃないのか。
はい、店によってはカメラがダミーの場合もあるんですが、あの店はちゃんと本物が稼働してました。それに客が俺たちだけだったので、店員も俺の方をずっと見ていた。うんうん。ですがレジ上にあったカメラ、あれだけ実は少し下に向いていたんです。なるほど。だからあのカメラだけは店内を見渡せていなかった。レジを集中的に監視したかったからなのか、それとも単純に設置ミスか、何にせよそのおかげで店内に死角は生まれていたんです。すごいねこいつ。そうだったのか。空間認識能力がすごすぎる。あとは店員の注意を引きつけているうちに獲物をちょうだい。店を出て店員はすぐに盗難に気づいたとのことですが、どのカメラにも俺が撮った瞬間は記録されていません。すべて後の祭りというわけです。証拠がないってことね。一回店に入っただけでそこまで観察して実行に移したのか。大したもんだ。感心するのは俺の方ですよ。まさかこんな職業があったなんて。確かにね。日本で1日に万引きされる総額は12億円とも言われてる。本当にすごいね。そんなに。にとっちゃ店を潰すほどの死活問題なのに、多くの経営者がカメラと警備員さえ置けば万引きがなくなると思ってる。間違ってますね。カメラや警備員を増やすと、それまでなかった資格も浮かび上がってくる。なるほどなるほど。盗む方からすれば余計にやりやすくなる場合もあるんです。そう、そこで防犯セキュリティの欠陥を調べる我が社の出番だ。おお、すごい。セキュリティ会社ね。お前が万引きに失敗してれば店のセキュリティは正常に機能してたってことだが、結果はこのありさま。セキュリティの欠陥はレポートにまとめて経営者に提出する。依頼された調査自体は一旦完了だが、実はさらなるビジネスチャンスはこの先にある。お、新たな提案するってこと？いわゆるコンサルってのに食い込むんだ。ほうほう、なるほどね。店舗と契約して防犯カメラの位置を指導したり、優秀な警備会社を紹介したりな。なるほど、あだっちゃんやりますね。このビジネスが軌道に乗れば別に警備会社も立ち上げようと考えててな。お、調査、コンサル、警備までを一手に引き受けるグループ企業が目標ってわけだ。いいね、成り上がろうぜ。おお、お疲れさ。お、一番。どうだったよ、足立さん。うちの佐々木は。さすがのプロ目線だ。即戦力になるだろう。よかった。それじゃあ採用ってことでいいか。うん、もちろんだ。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ買い物ですが、何卒よろしくお願いします。おお。おいおい、肩着の世界でそんなことすんじゃねえよ。すいません、つい癖で。直していこうな。少しずつ極道っぽさを抜いていかなきゃな。なんだその本。ああ、たまたま古本屋で見かけたんだな。施設警備業務2級。施設警備業務検定。今お前ができることは万引き調査だけだろ。それだけじゃ心もとねえ。資格も取っとけってことか。だから資格の勉強でも始めてみたらどうかと思ってよ。足立さんが事業を広げる時にも即戦力になれるし。確かに確かに、そいつは心強い。ま、時間ができた時にでも読んでみろよ。春日さん、あんた一体何が目的なんすか。まっとうに仕事をさせることです。だっておかしいじゃねえかよ。マージンも取らねえで、なんで赤の他人にここまでできる。それが春日一番だから。何が裏があるんじゃねえのか。まあ不安になるよな。裏か、まあそうとも言えるかな。こいつは俺なりの恩返しなんだよ。おやっさんへの恩返し。あ、この町へのか。今やってることは全部荒川組の俺の親父がやろうとしてたことだ。死んだおやっさんのやり残しなんだよ。おやっさん、行き場なくした元極道たちに受け皿を作っていく、そのおやっさんのやり残しを果たしてってのが俺の生きがいだ。まあ俺なんかがやれるのはほんの一部だけどよ。
だからよ、俺はやりてえことをやってるだけだ。マジかよ、本当にあんたって人は。惚れたか。じゃあ俺もう行くから、しっかりアデスさんの言うことを聞くんだぞ。なんだよ、今来たばっかじゃねえか。飲もうぜ。まだ仕事残してきちまっててさ。それじゃ仕事頑張ってな。はい。こんな時間からまた仕事って、ハロワって意外に忙しいんすね。違う仕事でしょ。ハロワならとっくに就業時間だよ。それとはまた別の仕事だ。さっちゃんかな。え、さっちゃんでしょ。異人町にはお前と同じように春日に助けられた元極道がたくさん働いてる。みんな見に行ってんのか。春日は仕事を斡旋した後も定期的に彼らの職場を回って様子を見てるんだ。えらっ、惚れるよな。日本最大の極道組織、近江連合と東条会の大解散。あの日以来、仇の世界に放り出された極道は3万人を下らねえ。そのうち職にあぶれて行くあてのない連中はかなりの数に上るはずだ。でしょうね。そいつらを春日一人残らず社会復帰させるって意気込んでてな。夢あるわ。一人残らず、そんなことできるんすか。かっこいいな。普通に考えりゃまず無理だ。だけどあいつを見てると不可能なことでもやってのけそうな気がしてな。手を貸さずにはいられねえのさ。ですよね、足立さん大好きだもんね、はい、なんかわかる気がします。春日ホールディングスはどうなったんだろう。あそこでもっと稼げばいいのに。さて、ん、電話かメールか。難波からだ。飲み会忘れてねえだろうな。サバイバー集合だぞ。遅れんだよ難波。そう、佐々木のことで頭いっぱいで忘れてたぜ。助かったぜ難波。サバイバーに急がねえとな。よし、サバイバー行こうぜ。柏木さんに会いによ。これはやってんねえ。苦しむホームレス。やめてくれ。なんだってー。ハーゲイ、言いたいことははっきり言えよな。あ、何見てんの。逃げたー。ほら、誰もお前のことなんか知らねえってや。そんなことはねえみたいだぜ。さあ自転車使ってやろうか。あ、浜の英雄。あ、なんだよ、なんかジャパンって書いてる、そのなんだっけ、ジャケットあれだね、浜子さんと一緒だね。その人から離れろ。なんでお前の言うこと聞かないといけないわけ。話が通じねえやつには力づくってことになるぜ。おお、怖っ。怖えからこっちもやっちまおうぜ。それだ、それだなんて言ってんじゃねえよ、町のチンピーラー。さあ戦闘中の移動を移動させて自転車に近づき、これを拾ってボッコボコにします。さようなら、さん。おいしょ。お、あとはおいしょ。おい、痛い。近接ボーナス、近接ボーナス。おいしょ。出口いた。最後は倒しましょう。バカ野郎がよ。オッケー、イソベイ。向かうとこ敵なし。レタスサンドももらっていく。ごめんなさい、許して。謝るのは俺にじゃねえだろ。すみませんでした。すみませんでした。すみませんでした。あんた、こいつらどうしたい。いいよ、警察だったわ。私もごめんだ。運が良かったな。けど二度目はねえぞ。はい。
なんか赤目ちゃんみたいなやついないのかな、美人町には。大丈夫か、怪我は。いや、大丈夫さ。それよりもありがとう。人に優しくされたのは久しぶりだった。何、俺がムツカツ言ったからしただけだよ。あんた見ねえ顔だけど、こっちには最近？ああ、つい一昨日から。そっか、鶴亀橋ってわかるかい？行ってみるといいぜ。一人でいるよりずっといいはずだ。あの公園ってことかな。ありがとな。公園のホームレスね。それは知らなかったな。ありがとう。行ってみるよ。本当にありがとう、お兄さん。やっべ、ナンバからかな。あ、やべ、遅刻だ。サバイバーに急がねえと。よし、行きますか。サバイバー、危険な住人たち。はい。行こう。おー、いる。いらっしゃい。おお、一番成果の社長の春日一番さんじゃないの。元社長だよ。え、エリがあんたから社長を引き継いでからも順調さ。エリは今一番せんべいを流行らせるために世界中飛び回ってる。そうなのか。まあエリちゃんに任せておけば安心だな。そうね。ああさて、久々に店見ていってくれよ。こうやってこう。ええー、マジか。トメさんも商売頑張って。いらっしゃい、元社長。行こう。さあ、というわけで、サバイバーやってまいりました。行くぜ、みんな。会おうぜ。さあ、来たぜ。さっちゃん、あだっちゃん、一番に、ナンバー。ああ、しめるな。マスターもいるぞ。仕事場から直接来たのか。ああ、一日中立ちっぱなしだよ。何の仕事してるんだ。ビールがうめえ。医療器具メーカーか。ビールおかわり、全員分ね。さっちゃんは？サラリーマンが板についてきたね。さっちゃんの方はどうなんだ？店の方は。正直景気は悪いね。クラブか。細細と、まあなんとかやれてるって感じかな。共同経営者？誰とやってんだ？でも野々宮の忘れがたみみたいなもんだからね、あの店は。なるほど。きっと横浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから。できるって。あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。いいけど、ぼったくらねえでくれよ。人聞き悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。マスター。マスター、柏木さん、久々に会ったんだ。申し訳。今日はガンガン飲もうぜ。いいね、仲間。そんな張り切ってお前潰れんなよ。ハンサーもいないのか。じゃあ改めて乾杯。乾杯。調査もいねえしよ。大丈夫か。今日蝶たちはやっぱり来ねえって。蝶たち来ないんだ。ええ、ハン純義もね。ハンサーだよ。付き合い悪いな。せっかく半年ぶりに飲もうってのによ。気使ってくれてんだよ。気使う。自分たちはあくまで裏社会の人間だから、いつまでも関わっちゃいけねえってさ。ああ、なるほどね。ちょっと寂しいけどね。まあな、でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界で真っ当に生きようと思うんならなおさらな。優しさだね。何、別に根性の別れってわけじゃねえ。頼りのないのはいい頼りってやつだ。おお、なるほどだな。で、お前らはその後どうなんだ。荒川真澄の置き土産は順調なのか。まあ先の長い話だけどな、コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。まったくだ。まったくな。弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、本当面目で。冗談だよ。カスがよくやってる。一文の得にもなりゃしねえってのによ。変わんねえな、お前は。変わんないとこがいいんだよ。そうだね。そういうの、かっこいいって思うよ。あれ、さっちゃん。そうか。色気増したよ、さっちゃん。お、どうした。うん、ちょっとお手洗い。
なんだ今の目合わせ。お手洗い借りるね。さっちゃんとどうなんだってこと？どうした？で、さっちゃんとはその後どうなんだよ。え？その後？デートの一つくらいはしたのか。な、何言ってんだよ。サブストーリーの後？ええ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな。このヘタレが。ヘタレ。ちょっと待ってって。何言って。カズが、お前サッちゃんに惚れてんだろ。いやでしょうね。いや、それはその。惚れてますか。隠してたつもりか。バレバレなんだよ。こっちがこれまでどんだけ気使ってたと思ってんだ。そうだったの？まあ、あんなことは気にすんなって。それよりも。動くんなら今なんじゃねえか、先生。先生？お互い散った生活も落ち着いただろうしな。そういうことを考える余裕も出てきたろう。おお、なるほど。いやでも、なうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか？それはダメ。さっちゃんには太客もいるだろうしよ。お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。やだよな。行くとき行かんと。でも俺そういうのからっきしでどうしたらいいか。こんな有様、佐々木には見せらんねえな。無所生活の弊害だな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。お、いいね。今度二人で遊びに行かねえかとか。最初はそんなんでいいから。お、さすが足立さん、百戦錬磨。お、戻ってきた。直視できない。かわいい。なに足立さん、また悪い遊びしてんの？まあな。あ、そうだ、さっちゃん。この前よ。お、どうした？あら。いや、かわいいな、さっちゃん。一番かわいいな。飲んだ飲んだ。誘いよ、頑張れ。大丈夫かよ、ナンバー。ふらついてんぞ。しゃあねえな。俺がついてくわ。どっちにしろ駅行くしよ。お、あだっちゃんナイスアシストだね。だどこがよ。これで二人にするってことね。まあ機会があればまた飲むや。うん、それじゃあね。あだしさんが一言言うぞ。人生は一度きりだ。悔いのねえようにしろよ。あだちさん。あだちさん。ほらナンバー、帰るぞ。ナンバーわざとなのかな。ナンバーわざとじゃないのか。純粋に酔っ払ってんのか。大丈夫かな。さーて、私も帰るか。じゃあまたね、一番。ちょっと待った。ちょっと待った。マジ？頼む。さっちゃん。ん？あ、いや。何？どうしたの？いや、なんでもねえんだ。そう？じゃあね。なんでもないくはないんだけど。え？ちょっとさっきから何？悪い。頑張れ。あのよ、今度、どっか遊び行かねえか。おお。なに、もう次の飲み会の話？違う違う。次はうちの店でやる約束でしょ？あ、いや、そうじゃなくて。二人でだよ。二人でどっか行かねえか。いいよ。ダメ？さっちゃん？照れ隠し？マジか。マジか。泣くな一番。終わった。お前は頑張ったんだ。お？メール？メールね。だよもう。電話か。
たっちゃん？もしもし？ごめん。急に言われて、テンパっちゃって。テンパっちゃって？こちらこそ。大変、ぶしつけなお話で。来週の土曜なら空いてるんだけど。来た！はい。遊び行くんでしょ？二人で。それ、つまり…オッケー、楽しみにしてる。来たー、また。よく言ったぞ、一番。うおやったやったー、いいぞ、一番。でもこっから大変だぞ。何するか決めたのか。あ、ホームレス、イエーイ。1万円ホームレスおじさん。よ、元気にやってるか、おい。おい、マジかよ。何やってんだお前。おお。よ、おっちゃん。おっちゃん。やった。俺やったんだ。いい、今日はめでたき日だ。やったね。行こうぜな。なんじゃなんだよ。みんなスマホで撮んなよ。ハレルヤ。よせこの酔っ払い。なんだよ。ハレルヤ。宝くじでも当たったのか。すげえ撮ってんじゃん。いや最高だね。でもわかるな。